柳原忠夫1月27日から1961年12月25日は、日本の経済学者、植民政策学者、東京大学総長、日本学士委員会委員、肖像医、君一等随法省、無教会主義キリスト教の指導者としても知られる。愛媛県今治市に4代続いた家系の医者の子として生まれる。教育熱心な父の影響で、 神戸のいとこの家から兵庫県立神戸中学校に通学して卒業。1910年に旧西大一高等学校に入学。在学中に無教会主義者の内村勘蔵が主催していた聖書研究会に入門を許され、キリスト教への信仰を深めていった。東大に入学後は、吉野作造の民本主義や人道主義的な立場から植民政策学を講じていた。 二戸ベ稲造の影響を受け、思想形成を行っていった。ちなみに、柳原が卒業した神戸中学校の在校当時の校長鶴崎久米一は、札幌農学校で二戸ベ稲造と同期の入学生である。一校を出て大学に入る間の夏休みに、一人で富士山に登っている。1913年20歳の時であった。 1917年、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業後、住友総本店に入社し、別種道山に配属される。同年5月友人の勧めで、西長愛子と金沢で結婚式を挙げた。新居浜時代は新婚生活時代でもあった。翌年5月長男が生まれ、遺作と名付けた。当時の別種道山には、後に住友を辞して、 無教会主義のキリスト教伝道者となる黒崎光吉が先に赴任しており、黒崎の伝道集会で聖書講義を行ったりもした。1920年、ニトベ・イナゾウの国際連盟事務次長への転出に伴い、公認として母校の経済学部に呼び戻され助教授となる。彼は学者になって何か社会に貢献することを神から示された道として決心した。 同年秋に欧州留学に旅立つ。イギリス・ドイツ・パレスチナ旅行、フランス・アメリカなどへの留学を経て、1923年予定を早めて基調し、肺結核で療養中の妻を見舞った。同年教授に就任し、植民政策を講ずることとなった。一年後、幼い子供たちのことも考え、堀り子と再婚する。柳原の植民政策学は、 統治者の立場から統治政策として考えるのではなく社会現象としての植民を科学的実証的に分析し帝国主義論の一環として扱っている点に特色がある。前任者のニトベの学風を発展的に継承しているものと言えよう。その研究の結実の代表的なものが核言語に翻訳された帝国主義家の台湾である。このような柳井原の姿勢は 次第に、軍国主義的な風潮が強まる中で体制との緊張関係を深めていくこととなった。1937年、露行橋事件の直後、中央公論四九月に国家の理想をと題する評論を寄せた。国家が目的とすべき理想は正義であり、正義とは弱者の権利を強者の侵害圧迫から守ることであること。 国家が正義に廃反したときは国民の中から批判が出てこなければならないことなど今日では日本でも常識化した民主主義の理念が先取りして述べられていた。しかしこの論文は大学の内外において柳原廃劇の格好の材料としてやり玉に挙げられた。また同じ頃柳原が個人的に発行していたキリスト教を個人雑誌。 通信に掲載された南京事件を求断する目的で行われた彼の講演の結合も不穏の言動として問題となった。11月24日、肘なるみは教授会で柳原の言論活動を非難した。結局1937年12月に事実上追放される形で東大教授辞任を余儀なくされた。12月1日に辞表を提出。 12月4日に退官。1937年12月、民族と国家を自費出版。1938年1月20日発禁処分。辞職後は通信に変えて、吉野部を毎月定期的に発行した。毎日曜日、自宅で若者に対して聖書の講義をしたり、月1回の定大聖書研究会を行った。1939年から、 土曜学校を開いた。また、キリスト教信仰に基づく信念と平和主義を説き続けた。しかし1952年に発刊されたキリスト教入門では、カトリックとプロテスタントの秘跡の記述や、一般の人が聖書を読むことを禁じているなどと、記していることからもカトリックもプロテスタントもよく、知らなかったのではないかと推察されている。 1941年11月5日の夜、東京芝のフレンド協会で、ニトベ稲造記念公演が行われ、柳原が、ニトベ先生の宗教という題で講演している。1945年8月15日、柳原は、終戦の招徴を山中湖畔で聞いて、これから、新しい時代が来るのだから、平和のために働かなければねばならないと感じた。 敗戦後の1945年11月、経済学部からの動画さねた要請で、東京帝国大学経済学部に復帰した。辞職してからちょうど8年後であった。休職になっていた、大内、有沢、脇村らも復帰した。担当する植民政策論を国際政策論に、名称を変更した。その後1946年社会科学研究所長、 1948年経済学部長、1949年教養学部長を歴任し、1951年南原茂の後任として東京大学総長に選出されるまで2期6年、務めた。1952年には学生劇団ポポロ公演にて摘発された私服警官のメモから警察による系統的な学内スパイ活動が露見し、 東大側と警察が全面対立したが、柳原は総長として大学の自治と学問の自由を守るために毅然とした態度をとった。一方、学生のストライキに対しては厳しい姿勢を示し、ストライキを計画指揮した学生は原則として退学処分とする柳原さん原則を打ち出した。この原則を適用され退学処分を受けた者に枝さつき、 今井清などがいる。この柳原さん原則は、東大紛争で廃止に至るまで、学生と大学当局の間で、しばしば対立の原因となった。多摩霊園にある柳原家の墓退任後の1958年に、名誉教授の称号を授与され、その後も、精力的に講演活動を行う。1960年11月、姫路の座都教会で、 生死の問題と題して講演している。教会における最後の講演となった。翌年の6月、東大教養学部学誘拐主催の講演会で、人生の選択という題で、東大生に対する最後のメッセージを残している。同年7月、札幌市民会館において、北海道大学の学生のために、内村勘蔵とシュバイツァーと題してを講演し、立身出世や、 自分の幸福のことばかり考えずに助けを求めている人々のところに行っていただきたい。そして畑は広く、働き人は少ないという聖書の言葉で結んでいる。また退職後は学生問題研究所を創設し、その所長として学生の生活や思想の調査、研究に取り組んだ。晩年の人生論に1961年 NHK 放送の 子供のためにの中で子供を大事にする思想的根拠として次のように述べている。人生というものは人を従えることが成功のように思われがちでありますけれども実はそうではなく人に仕えることが人生の意味である。1961年遺願のため死去68歳なお法政大学名誉教授で著名な詩人柳原伊作 慶応義塾大学経済学部名誉教授、作新学院大学長の柳原勝は子息である。柳原家は食事時に守護をせず厳格な忠夫子息たちは恐れていたという。東大駒場アイキャンパス内にはかつて柳原門があり、今は柳原公園にその名を残している。柳原と親交があった長谷川町子は厳格なお顔の割に、 可愛いものがお好きであり、柳原が晩年に入院した際には長谷川が熊の玩具を見舞い品として送ったと、サザエさん打ち明け話の第29章で触れている。ありがとうございます。